平安末期から鎌倉初期にかけての武将、源義重の騎馬像が高崎市八幡町の神社に完成し、記念式典が開かれました。どうぞ。高崎市八幡町にある上野の国一社八幡八幡宮に完成したのは、高さおよそ3メートルある源義重の騎馬像です。源義重は高崎市八幡町などにあった八幡の庄や新田の庄を重要拠点としていました。今日は完成記念式典が開かれ、関係者らおよそ120人が参加し、完成を祝いました。式で源義重の子孫で騎馬像を寄進した里見一さんが主催者を代表して挨拶し、完成を喜んでいました。また山本知事は、県民がこれを契機に源義重や県の歴史を勉強し、郷土の誇りにつながるような流れを作っていきたいと祝いの言葉を述べました。騎馬像は八幡町の町中から見渡すことができます。鎌倉の前身ですよね。もうその頃にそれだけ立派なですね、業績を残された、これをぜひ皆さんに、群馬の方たちにも知ってもらって、この群馬の誇りとして語り継がれれば本当に嬉しいなと思います。